はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、今回は出撃会ということで、フリーシナリオと外伝シナリオやっていきたいと思います。砂漠の総統戦、まあ、レア的出現中とありますので、これからやっていきましょう。砂漠の総統戦、しましょう。始める。邪魔だ。諦めろ。じゃあ次はこっちの概念をやっていきます。推奨レベルが低い方からやっていきましょう。レベル13とかもう全然前だな。同盟領から出撃の要請を受けるが、運悪く人が出払っているセイロス騎士団アロイスとシャミアは生徒たちを同行させるか。剣であり盾たる騎士団というわけだ。なるほど。しかし動かせる戦力が。おお、貴殿、ちょうどいいところに来てくれた。何かご用でしょうか。待てアロイス、まさか生徒を使おうというのか。そうだが、何か問題があるか。ああ、レアさんの許可もなく騎士団の任務は頼めまい。実地訓練に協力したということにでもしておけばよいだろう。何、我々も同行するのだ。海賊相手に危険はあるまい。海賊？リーガン家の領とデアドラの港で海賊の被害が多発しているんだ。それを取り締まってほしいとの要請が商人組合から東方協会経由であってな。東方協会？東方教会は初耳か。存在感がないからな。東方教会はフォドラ東部を管轄しているが、我々のような騎士団は許さない。故にこういった案件については中央教会に要請する形が通例となっている。彼らも東部地域に何かしら貢献することで同盟諸侯に存在感を示したいのだろう。とはいえ、今は我々騎士団も多忙でな、簡単に人員を避ける状況ではない。故に貴殿らに白羽の矢が立った、というか今立てたというわけだ。あんたは傭兵だったし、海賊討伐くらい経験があるんだよな。いや、海賊とか知らんわ。生徒も盗賊の討伐は経験済み。まあ問題にはならんか。鍛錬と思って付き合ってはもらえんか。商人たちから謝礼が出るかもしれんぞ。わかった、行きましょう。あまり時間はかけられない。さっさと行って片付けてこよう。恐れをののけ、我らはパルメル水軍だ。抵抗すれば町を焼いちまうぞ。はて、パルミラ水軍、聞いていた話よりも厄介なことになっているようだな。子供騙しのハッタリだが、商人を脅すには有効らしい。急ぐか。騎士団の皆さん、お助けを。謝礼の用意もございますので何卒。店を荒らされては一大事。海賊ども町に入れないでください。うん、承知した。我らセイロス騎士団に任せておけ。海賊から町を防衛しましょう。海賊が町に侵入した状態で合計5ターン経過すると防衛失敗。固めればいいし、別にここ今この状況でメルセデスちゃんを前線に出すのはちょっと怖いな。
ここは出るぞ。町で行きますか。じゃあ家も店もぶっ壊せ。金目のものは根こそぎ奪っちまえ。町を荒らされては騎士団の方々にお支払いする謝礼もなくなってしまう。次は誰だ。ようやく片付いたか。思ったよりも骨の折れる任務だったな。ありがとうございました。これは謝礼です。どうぞお受け取りを。騎士団セイロスの弓兵隊。いやはや、ここまで大掛かりな戦いになるとは想定外だった。連中がパルミラ軍に偽装していたことで商人たちも必要以上に混乱していたようだ。だがこれに懲りて海賊どもも少しはおとなしくなるだろう。貴殿らには多大な迷惑をかけたが、おかげで助かったぞ。良い鍛錬だった。使われたというのに人間ができているな先生。さすがは団長の子だ。器が大きい。迷惑をかけた代わりと言ってはなんだが、商人からもらった報酬は貴殿に譲ろう。生徒らのためにでも役立ててくれ。え、本当にもらった方。遠慮するな。我々の報酬は東方教会から出る。それにアロイスはこの手の金をそっと懐に入れられない男だ。当たり前だ。我らは聖者セイロスの剣であり盾たる騎士団なのだぞ。清廉潔白こそ我らの誇り。正規の報酬以外は断固受け取らんぞ。要は後ろめたいことをすれば眠れなくなる小心者だ。もん。まあそれが長所でもあるが。歯に衣着せぬシャミア殿もようやく人を立てるということを覚えたか。あんたから教わったよ。そんなことを教えた覚えなどないがな。まあ先生、そういうことだから、小心者の私にその金は受け取れん。私はお金がおっかねえのだ。ん？分かりづらかったか。お金とおっかないよだな。さて次の任務が待っている。じゃあな先生。何事も経験だな。フェリックスの誕生日。フェリックスもどうでもいい。ええ。歌姫だった頃も。ワープ。覚えが良かったわ。狙いどころはこの辺か。さてではもう一回出撃をしていきましょう。外伝海の見える場所。死聖人セイキホルゆかりの地を西方教会の過激派が狙っているとの情報が入る。対応に向かうセテスにフレンが自分も行くと。海の見える場所。お兄様お待ちになって。いい加減に聞き分けてくれフレン。だってロディ海岸に行くのでしょ。私だって行きたいですもの。私は何も墓参りに行くのではない。教団の任務として戦いに行くのだ。お前が一緒では心配で戦いに集中できん。おとなしく留守番をしておいてくれ。でもでも、あら先生、
ちょうどいいところに。嫌な予感がとか。どうした？今ここに先生がいらっしゃったのは偶然ではなく運命ですわよ。これからお兄様はとても危険な任務に向かわれるのですけれど。任務？ああ、西方教会の連中が教団の聖地を勝手に占拠しようとしているらしいんだ。新たな司教を立てたはいいが、それに反発する一派が過激になってしまったな。あの地には聖遺物も保管されている。それを奪われては厄介なことになる。私だって教団のお役に立ちたいし、お兄様のことも心配ですし、一緒に行きたいって申し上げてますのに、癌として許してくださらないの。そこでなのですが、この任務先生もご一緒していただけなくって。なんで？先生が私の近くにいてくださるなら、お兄様も安心しますでしょ。確かに、君が来てくれるなら私としても助かるが。ね、先生、ぜひご同行をお願いいたしますわ。なんかこう割と勝手に動いていいんだね、こいつら。まあ承知しました、行きましょう。嬉しい。では早速出発しましょう。我らの神を冒涜する異端者どもめ、聖なる海岸は我ら西方教会のものだ。異端はあなた方だ。直ちにここから立ち去れ。黙れ、廃教者の右腕め。我らが正義の刃を受けるがいい。私は石碑を奪還する。他の者は周辺の敵を排除してくれ。待って、お兄様、私も一緒に参りますわ。聖キッホルを祀るのが私たちの使命。異端者どもには近寄らせません。罪を重ねるつもりか。逃がしてはならん。撃つのだ。害なすものは除くだけだ。終わったな、フレン。石碑に果敢を備えに行くか。もちろんですわ、お兄様。私そのために来たんですもの。協力に感謝する。これに懲りて西方教会も二度と手は出すまいが、念のため聖遺物は回収しておいた。万一にも彼らの手に渡っては困るのでな。君に預けておこう。大切に扱ってくれたまえ。しかし久しぶりに来られてよかった。この海岸は私たちにとって特別な場所でね。特別？ああ、ここに建てられている石碑は聖キッホルの記念碑であるとともに、実は我が妻の墓でもあるのだ。お母様、もう大丈夫ですわよ。どうぞ安らかにお眠りください。母親もここに。君にだけは話しておこう。
我が妻というのはフレンの母親だ。つまりフレンは我が娘なのだ。え、全然知らなかった。事情があってな、公には妹ということにしていたのだ。フレンは特別な血を持つがゆえに常に命を狙われる身、そこで素性を偽ることで追ってから身を隠す必要があった。幸い私も若く見えるようだからな。妹と言っても不自然ではないだろう。微妙ではあるだろそうか、そこは自信があったのだが。この海岸はお母様のお気に入りでしたの。私もよく一緒に来ましたのよ。お母様は釣りが大好きで、私はそれを横で見ているのが大好きでしたのそうだったな。釣った魚を食べるのも大好きだったろ。ええ、もちろん。おかげで今でもお魚料理が大好きですのよ。私もここで妻から釣りを教わって、今でもたまに釣り糸を垂らしているよ。あの頃は毎日が穏やかに過ぎていた。戻れるものなら。戻れませんわよ、お父様。だから今を一生懸命生きなきゃダメですわ今を一生懸命生きなさいか。妻がよく言っていた言葉だ。過去を振り返ってばかりでは前に進めない。そろそろ帰るとするか。またお花の冠を備えに参りますわね、お母様。アッサルの槍、カドケウスの杖、これは神聖武器キーホルの紋章、ヒットポイント回復。キーホルって誰が持ったっけ。カドケウスはセスリーンの紋章。待って、ほい。というわけで、クエストはまあこれで終わったので、今回はこれで終了して、まあ魔物討伐はちょっと裏方で、もう一回ね出撃回数が残っているのでやっておきましょう。じゃあクエスト回はこれで終了したいと思います。